福縁線。福縁線は、広島県福山市の福山駅から、広島県三地市の塩町駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。福山駅府中駅間は、岡山支社の直轄となっている。2017年6月1日までは、瀬戸内地域鉄道部が管理していたが、同日の組織改正に伴い廃止された。 府中駅塩町駅間は、広島支社三次鉄道部の管轄である。境界駅である。府中駅は、岡山支社の管轄であり、実際の支社の境界は、府中駅上り場内信号機となっている。日本国有鉄道時代は、塩町駅構内を含む全線が、岡山鉄道管理局の管轄だった。岡山支社管内、広島支社管内とも、独自に応答職を、 ラインカラーとして使用していた。2016年春から、岡山市社管内では、ラインカラーに、紫色、路線記号に、Z が設定された。岡山市社は、対象区間を、福山駅府中駅としているが、公式サイトの全域路線図や岡山、広島市社管内一部駅の路線記号入り運賃表、岡山駅、福山駅、広島駅、三次駅などでは、 福縁線全区間に用されている。その一方で、広島支社は、次期駅、川戸穂町川駅、秋亀山駅開業時に、当該駅及び各駅を券売機での発売区間に、含む一部の駅で更新された、運賃表を除いて、従来の応答色の、ラインカラーを路線図や館内各駅の駅、掲示時刻表のシンボルで使用しており、 全域路線図上の路線記号設定済み区間では、唯一、独自の案内職を使用している。福山駅、関連機関は IC 乗車カード、愛国家のエリアに含まれている。福山駅では、福山城に隣接した7.8番乗り場から、発車している。わずかに、山陽新幹線、山陽本線と並走した後、高架から地上に降りて、進路を右に変えて、 北上を始める。線路の両側に広がる住宅街の途中にビンゴ本庄駅があり、足田川の左岸を走行する。横駅を出ると、足田川と分かれて、神戸駅に至る。神戸駅では、茨鉄道茨線が分岐しているが、高谷川を渡った先まで、単線並列の線路が続く。茨鉄道が分かれていくと、間もなく国道486号をくぐって、左にカーブして、 湯田村駅に着く。湯田村駅から新道西に変えて、道上駅、万能層駅、駅下駅、下田駅と住宅地がまばらに立っている田畑の中を進んでいく。下田駅付近から再び、足田川の左岸を走行する。次第に両側から山が迫るようになるが、都手駅付近から住宅地が再び目立つようになる。上戸出駅を過ぎて、 新市駅から府中市に入り、高木駅、宇海駅を過ぎると、運転系統上の境界駅である、府中駅に着く。府中駅までは電化されているが、府中駅からは電化されておらず、機動車によって運転されている。府中駅を出ると足田川を渡って右岸に移り、川に沿いながら山間部に入っていく。山間部の線形条件が低く、曲線半径が小さい急カーブにより、 速度が低く制限されている区間があり、雨規制によって、徐行運転を行う区間も多い。下川辺駅から、再び北上をはじめ、中畑駅を過ぎて左へカーブして、トンネルをくぐると、がタスク駅に着く。山が開けて、住宅地が目立ち、府中方面からの列車が折り返す時代もあったが、現在は設定されていない。がタスク駅を発車し、初期。 トンネルを抜けると右手にはキャンプ場がある。その先で進路を右に変え、足田川を渡って全長6、123メートルの八田源トンネルを抜けるとすぐにビンゴ三河駅に到着する。ガタスク駅ビンゴ三河駅間のほとんどは八田源ダムの建設によって線路が新線に切り替えられた。急線の一部は、 キャンプ場の遊歩道などに転用されており、若谷山トンネルの入り口まで行くことができる。急線には、八田原駅があったが、新線への切り替えにより廃止され、現在はダム湖の固定に沈んでいる。ビンゴ三河駅から国道432号に沿い、ビンゴ矢野駅を過ぎると上下駅に到着する。かつての上下町の中心にあり、江戸時代は岩見銀山から瀬戸内海へ抜ける。 銀山街道の宿場町の一つであった。次のコー駅も、かつてのコー町の玄関口として位置づけられていた。山間にある、カジタ駅、ビンゴ安田駅を過ぎて、北駅から国道184号に沿いながら、ミラ坂駅を過ぎ、右手からゲイビ線が寄ってくると、塩町駅に到着する。運転系統は、電閣間の福山駅、府中駅間と非電閣間の、 府中駅塩町駅間の接続点である府中駅で完全に分断されている。そのため、電角間は福縁南線、非電角間は福縁北線と通称される。2018年3月17日改正時点のダイヤでは普通列車のみが運転されている。過去には快速が設定されていたことがあるが、特急、急行列車、 優等列車が設定されたことは一度もない。朝夕は4両編成で車掌が乗務するが、日中の列車は全て2両編成でワンマン運転を行っている。福山駅府中駅間の運転が基本であり、1時間あたり1から2本の列車が設定されている。日中には福山駅万能総駅間の区間列車も設定されている。2008年3月改正から、 山陽本線を岡山駅まで直通する列車も設定されており、2015年6月20日時点では、折り一本上り二本の山陽本線直通列車の、内夕方の下り一本が脇発府中行き、朝と夜の上り各一本が府中発岡山行きとなっている。また、 日付を超えて運行する列車は設定されていなかったが、2003年10月1日のダイヤ改正で折り最終列車の繰り下げにより、設定されている。日付を超える駅は、2018年3月17日改正時点では、万能総駅となっている。福山駅、神戸駅間では、茨鉄道茨線に直通する列車が3、往復運転されている。 この区間のすべての列車が、塩町駅を越えて、ゲイビ線三次駅まで乗り入れている。また、ゲイビ線からの直通列車として1日2本のみ、広島発府中駅がある。運転本数は、朝夕の6往復のみで6時間以上運転のない、時間帯がある。以前は、日中の1往復は、奇数月の第3水曜日に運休しバス代行運転を、 行っていたが、2012年3月17日のダイヤ改正でこの時間帯に列の設定そのものが沿線高校などのテスト日程に合わせた指定日、運行化されている。以前は、佐駅がタスク駅折り返しの区間運行があり、21時台に三次駅から上下駅までの列車があったが、2002年3月23日のダイヤ改正で全て廃止された。 トイレは2007年より全列車に設置されている。国鉄時代の1986年10月31日までは、福山駅から芸備線三次駅まで直通する定期列車が二往復設定されていた。また、1991年まで芸備線、木月線経由三井、野原駅のスキー列車の設定があった。一時期は、福山駅府中駅間に、 快速列車の設定が1日に往復あったが、施設上の問題で、快速運転の効果が十分でなく、1991年頃には廃止された。所要時間は33分。運行区間は以下の通りであった。なお、出くくった駅間は通過駅である。福山駅府中駅間の電化区間は、ほとんどの列車に電車が使用されている。主に、 岡山電車区の105系及び115系3両編成が使われている。2006年3月のダイヤ改正以降、105系の検査、修繕時は4両編成運用の一部に、同区の103系が運用されることもあったが、103系の廃車後は113系や115系4両編成が入ることがある。このか、福山駅、関米機関では、 茨鉄道の機動車である IRT355 型も運用されている。府中駅使用町駅間の非電化区間では機動車が使用されており、全列車が下関総合車両所広島支所のキハ120系である。改正鉄道不設法別表第91号に掲げる予定線の一部として、両村内鉄道を買収、国有化し、延長したものである。 国有鉄道が保有した唯一の電気運転を実施する軽便鉄道特殊狂気線であった。列車は電気機関車による牽引でのみ運行され、電車は制作されなかった。国有加後に改めき改築され、現在の姿となった。1989年には、足田川に張ったダム1998年春港を建設するために、 が、タスク駅、ビンゴ三河駅間が、八田原トンネル、全長6123メートル経由の新線に、付け替えられ、同区間の急線上にあった、八田原駅が廃止された。便宜上、潮町駅側の全列車が直通する、ゲ備線三次駅までの区間を記載。以下の駅を除いて、無人駅である、駅スタンプ設置駅は、以下の通り。ただし、ビンゴ屋の駅は、 無人駅だが民芸品、うどん、そばを販売している店、カスリアが保管しており、店の営業時間中に限り押すことができる。内は、起点からの営業記録を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。